じゃあ、こんにちは、さゆたかさん、はい、ダルビッシュ投手との、はい、まあ、対談というかインタビュー、まあ、ちょっと本当に感謝しかないんだけど、はい、ただ彼はやっぱ3年前にコロナが世界的にちょっと流行し始めた時に、はい、アメリカに行く予定してたんだよね。そうなんですよ。で、飛行機も取ってて、はい、2回キャンセルしてキャンセル料も大変だったんだけど、まあそういうのでね、はい、本国に入れるかどうかっていうこともあり、うん、そうですね、またもうアジアで発症してるから、はい、こっから飛ぶとやっぱ感染のリスクっていうのがあって、はい、ちょっと大事な時期だから、はい、やめたんだよね。やめましたね。で、そっからこう行くチャンスをずっと逸してて、はい、今回こうスタッフがね、はい、オファーを出してくれたら本当になんかその時のことを覚えててくれて、はい、もうぜひぜひということで受けてくれたけども、うん、嬉しかったね。いや、対談というかインタビューを見ていて、うん、ダルビッシュ投手が全ての豊さんの質問に自分なりの答えというか、もういろんなことを話してくださって、うん、あのね、ものすごく印象残ったのは、うん、彼はやっぱ野球からそれないよね、うん、はい、ずっと野球のことを考え続けてきてる、うん、で、時間がある時っていうのはそのそれた考え方、他に趣味に取られるんではなくて、やっぱこう野球から離れたって言ったら体のこととか、はい、食事のこととか、うん、もちろん家庭のこともあるけれども、はい、それ以外は全てこう体のことや野球のことや、うん、握りのことや、はい、いろんなことをやっぱ考えてるね。そうですよね、うん、だからやっぱその思考がこう表現できるようになってるというかさ、うん、なんかすごいなと思ったね。いや、本当に豊さんがダルビッシュ投手賢いよねって、あのね、中で言ってた通り、うん、いろんなことを考えながら投げ方もそうですし、あのね、うん、考える道が賢いんだよね。あ、考える道、うん、賢い人っていうのはたくさんいると思うんだけども、はい、やっぱり自分が今置かれてる立場で何を考えなきゃいけないか、うん、何にそれちゃいけないかっていうことをやっぱ知ってる賢さがあるよね。だから今はこれで責任があるんだから、これを全て 100% 考えるっていう考え方なんだよ、うん、だからやっぱ彼に勝てる人っていうのはなかなかいないと思うよ。そうです。それはなぜかというと、やっぱり誘惑だとかいろんなことがあって、はい、あ、こっちにちょっと趣味を持ったりは、それはね、ストレス発散の余暇っていうのは必要だよ。それ以外は全てに対しての野球にかけてる思いが伝わったな。そうですね。あ、だからもうびっくりした。あ、話されて、ださ、日本で野球をやってる時のダルビッシュとは本当にさらに成長してっていう。いや、そうそうそう、もちろん、うん、結婚もうん、いい機会だったと思うんだけども、はい、やっぱね、野球しかやってきてない人間っていうのは分からないところがあるんだよ、うん、例えば森内が一般常識を持ってて、はい、俺に話してることでも俺の常識とはまた違うわけじゃない、うん、はい、でもそれにダルビッシュは気がついたね。ああ、そうですね。そうそう。で、ダルビッシュはその気がついたことをやっぱ実践したわ、うん、はい、それで改めて俯瞰で野球を見た時に自分がどういう立ち位置でどういう選手にならなきゃいけないとか、はい、あ、こういう風になりたいという希望が出てきてるわ。普通の野球選手って、いや俺は野球やったらいいんだろうみたいな、うん、まあ、そういう感じの人はたくさんいると思うんだけども、はい、やっぱ俯瞰で見て自分がどういう姿なのかっていうことを、やっぱ彼はね、それを見たことによって変わった。それってそのすごい言ってたキーワードで、自分はそんなにそこまでの価値がない人間だっていうのが分かったからっていうふうにおっしゃってたんですよ。そうそう、だからそれを気づかしたのはやっぱ奥さんだと思う。あとはその奥さんプラスそのメジャーリーグに行った、そこではもっとスーパースター選手たちがいる、その中でのなんか自分の価値というか、そういうところ改めて思い知らされてのなんか奮起っていうところもあるんですか。いや、だからメジャー行ったらもっとこうなるかなと思ったらそうじゃない、逆だから。ですよ、やっぱまず地に足をつけてね、はい、それでやっぱしっかりしたものを築き上げていかないと、うん、だからここでポンと出て素質だけでやる人ってここら辺でやってるんだと思うけども、やっぱ土台を固めてしっかりしたレンガを積み上げて頑丈なものを作らないと、もう3匹の子豚の話知ってる？あ、知ってます。風で吹き飛んだり火事になったりだとか、うん、ね、でもレンガの家はびくともしなかったという、はい、だからそこだよ、ダルビッシュは、うん、そこをしっかり築き上げてきたっていうことだよ。それはやっぱ奥さんの協力もあったと思う。
だからね、結婚っていうのはね、やっぱそういう奥さんをもらうということがやっぱいかに大切かということも思い知らされたよ。そうですね、そのね、生涯 その妻というだったり子供だったり、あとそこの環境だったりとかが今のダルビッシュ投手を作り上げてるってことですよね。もちろんもちろん。だ、まあ、一番は自分がそうしなきゃいけないということに気づけたことっていうのが俺はすごいなと思ったな。そうですよね。それとやっぱりね、いろんな人を観察してるよ。でいろんな角度から分析をしてる選手を、はい、だからこれはやっぱ洞察力、観察力、やっぱ野球にとっても大切なことだからね、はい、だからそういうこともやっぱ身についてるというね、それと、まあ、36歳というもう一番のベテランじゃない、はい、あえて言うことではないけども、聞かれた時にすぐ答えられるという。そうなんですよね。だからもう少し食べ方っていうのもこうカロリー計算、こういうことをした方がいいんじゃないかとか、まあ、例えばね、はい、でサプリメントは疲れてる時はこれを取った方がいい。でもね、話をしていて自分で強制はしてないんだよね。例えばさ、禁煙する人ってもう今日からやめたって言って、はい、やめてタバコが頭全部石鹸してるみたいな、はい、イラ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 してる。そうじゃない、やっぱりね、吸いたければここで1本吸ってもいいよって。ダルビッシュが吸ってるわけじゃないよ、うん、はい、吸ってるわけじゃないけども例えとして、はい、あ、ここで吸ってもいいよって、でまたやめればいいんじゃないか、うん、だからそのぐらいの楽な感じでやってるよね。だからサプリメントもトレーニングも、はい、ここで絶対この時間帯にやらなきゃいけないとかそういう強制はしてないんだよ。へえ、今日は体調がいい、じゃあちょっと追い込んどくとか、うん、今日はちょっと疲れてる、今日はちょっと休んでもいい、うん、その代わりこのサプリメントを飲んどこうとか、はい、いろんなねやり方の種類っていうのを彼は知ってるよ。それって本当に自分で率先してそこをこう言ってるってことですよ。いやだから自分でこう挑戦してるんだよ、だからできるんだよ、だからストレスにならないんだよ、トレーニングも、うん、はい、やっぱさ、ちゃんと自分で決めた時間にこれをやりこれをやっても、タイムスケジュールが決まったらだん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 さ、ストレスになってくる時あるじゃない、はい、そういうことを決めないんだよ彼は。へえ、だからその体調を自分でよく分かってるということ、うん、だからすごいよね彼は。あとすごい一つ思ったのが、例えばダルビッシュ投手はメジャーに行って自分で例えばフォームだったりとか球種握り方だったりこういろいろ挑戦するじゃないですか。それはメジャーリーグって個々に委ねられてるんですか。もちろん。日本だとやっぱり例えばフォームを変えてくるとやっぱりコーチがちょっと待ってだったりとか結構チームがってなったりするじゃないですか。全然違うんですかね。いや、やっぱり自分で築き上げていくよね。ある程度のきっかけは教えてくれるかもわからないけども、そこからの応用っていうのは自分でやっぱ考えていかないと。特にメジャーはそうなんですかね、まあ、特にそうだし、やっぱり彼は話の冒頭で世界一のピッチャーになったっていうふうに聞いたときに、変化球はなったけどまっすぐはまだまだだ、でもやっぱこうまっすぐの投げ方っていうのも彼は研究をしていて、それが完成形になったとしたら世界一のピッチャーですって言うと思うよ彼は。ナックルは嫌いだと。そうですね。いや、俺の意図したところには投げられないと。そう。まあ、それで打たれたら納得いかないんだろうね。あれびっくりしました。いやだけどね、深いよやっぱり。だから球種を持ってるだけじゃダメだと。で若いピッチャーにもね、見てるとこのボールに対してこのカットがないとダメだとか。はい、だから総合的に考えてるよね。こうやってね言ってましたもんね、うん、だからそのボールが一流であっても、うん、自分の持ち球の中自分の球質でマッチしなかったら、うん、そのボールは何の意味もなさないという、うん、だからねもう目から鱗って俺ももう本当勉強してな恥ずかしいと思った、うんうん、だから最近ね、はい、コロナ解禁で、はい、まあ、取材行った時でもグラウンドに降りれるけど、うん、降りて他の選手、まあ、ダルビッシュじゃなくても他の選手と喋ると、はい、やっぱり理論っていうのはこう変わっていってるからね、やっぱり勉強しなきゃいけない。そうなんで、まあ、コロナ禍でねなかなかねグランドレベルで聞けなかった、その間にもどんどん進化していってるんですね。だからダルはねおそらくね人の 1.5 倍とか倍ぐらいのスピードでものを考えていってるよ、はい、だからなかなか追いついていかないっていうか追いつけないよね、うん、だからそれがまあちょっと昔野球やってたからってね、やっぱ偉そうにはやっぱ言えないんだよ、はい、やっぱその理論に追いついてその理論と太刀打ちできるぐらいの理論を持っとかないと、やっぱりねなかなかこれからはね軽口叩けないよ。そうで
ですね、うん、それは俺はもう痛感した。だからもう勉強してる。だから山本由伸投手のあのフォームで豊さんが、うん、あれはバッターに対してタイミング取りやすいし体壊すんじゃないかって言ったけれども、ダルビッシュ投手は打者からは分からないですけどピッチャーとしてはっていう、あれも、まあそうだね、うん、だからすごかったですね。うん、だから彼も冷静だよね、話し方としたら、うん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 、だから俺はバッター目線しか分からないし、はい、彼はピッチャー目線で喋ってくれてたけど、うん、面白いよね、そういう理論とかね、面白かったし、あとは野球が人生じゃないと、人生の中のその一部が野球で、そうなんだ、そうだから人格者であるべきだっていうのをやっぱりすごい言ってて、どんなに野球ができたとしても人格者でなければそれは意味がないしっていう、だからやっぱり家庭もその人としてもきちんとしてなければ意味がないっていうところも、だからそういう人が、うん、まあ、ダルビッシュの他にも、うん、たくさんメジャーリーガーいるんだろうね、多分そうなんでしょうね、うん、まあ、日本の野球と比べるわけではないけども、うん、日本はどちらかというと、うん、仕事仕事、うん、野球野球野球っていう人が、うん、まあ、大変だとは思うけどね、はい、だからそういうこと言うとお前そんなこと言ってるからダメなんだよって言われるよね、日本は、うんうん、でもアメリカはそれが基本だよって、人としての基本、うん、それからの野球だからって、はい、だから教育方針も全く違うんだよね、うん、アメリカとはね、全然違いますね、うん、でもダルビッシュはそこに気がつくだけの頭の賢さがあるっていうことが、はい、俺は一番だったと思う。それとやっぱりね、人って変わっていくし、はい、人格者だな、うん、だから会えてすごく良かった。あ、よかった、ね、いやだから3年前に仮に会ってたとしても、うん、まあ、そこにはそこのダルビッシュがいたと思うけども、うん、やっぱ今回とはまた全然違ったと思うんだよね。そうですね、うん、だからこの3年間で相当築き上げたと思うんだよ、うん、ダルは。でもそのダルに会えたっていうのはね、すごく嬉しかったし、はい、もう本当に俺日本の球界でベストナインをやってるけど、はい、一番のピッチャーはダルビッシュって言ってるけど、うんうん、それは間違いじゃなかったということに気がついたよ今回。なんか答え合わせができたっていう、ね、うん、いや、よかったです。でね、サンディエゴまたにね、シーズン終わったら豊さん誰か行かしてよでもいや行くよ、行きます。でこのシーズンまた実際にダルビッシュ投手がメジャーでやって、うん、終わってからこの1年でさらに変わったこととかきっと出てくるかもしれないし、出てくる彼はね、うん、それ聞きたいですね。だからワクワクしてるっていうも、今シーズンもやっぱ試したいこともあるし、でサンディエゴって、うん、トップガンの映画のね、はい、ロケ地だったんだよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、それを振ったら知らなかったっ、はい、うん興味がなかったんでしょうね。だから有名なレストランとかあるんだよ、そういうロケ地になった、あのバーとか、はい、あ、そうなんですね。だからサンディエゴ行った時には一緒に行きたいと思います。はい、はい。